声優能力検定とは特定非営利活動法人日本声優能力検定協会の実施する検定試験である。当検定試験は声優を志望する者に対し自身のスキル、習熟度を測定する機会を提供する目的で実施されている。声優やナレーター志望者を対象とした検定試験であるが演技力のみならず、 滑舌など発生に関わる能力が総合的に問われるため、アナウンサー志望者による受験も想定される。また、口頭での表現力が重要となる、面接試験対策としての役割も期待できる点から、特定の職種を志す者以外にも、門戸の開かれた検定試験であると言える。試験は、全級、電話上で実施されるため、試験会場は存在しない。 受験手続き完了後に自宅に送付される、問題用紙に記載された課題文を電話案内に従い読み上げ、この音声データを日本声優能力検定協会が評価、採点し合格基準に達した場合、資格認定となる。各級ごとの試験内容は以下の通りとなる。いずれの級も各課題ごとに録音を行う。上記の制限時間内に回答が完了しない場合、 録音中であっても、その課題は終了となる。電話での受験という性格上、電波状況の安定した場所で受験する必要がある。試験対策及び声優としてのスキル向上のためのセミナーが日本声優能力検定協会により不定期で実施されている。試験対策用の教材として以下の書籍がある。ありがとうございます。